今日はまた資格の話をしようかなと思います。自動車運転免許よりも簡単な国家資格ってテーマでちょっとお話ししてみようかなと思います。まあ、国家資格ね、いろいろありますけれども、まあ、みんながね持ってるのが自動車運転免許で、ちなみに自動車運転免許の合格率っていうのが今 74% らしいですね。まあ、大体そんなもんだよね。まあ、大体なんかこう友達4人ぐらいで行ってなんか1人ぐらい落ちてるっていう大体なんかそんな感じだよね、自動車運転免許。まあ、ちなみにあの筆記試験ね、筆記試験最後あの免許センターで行くやつね、あれが合格率が大体 74% らしいですね。まあ、4人に1人は落ちるっていうような、まあ、そういう試験ですけれども、これよりも高い国家資格ちょっといくつか紹介してみようかなと思います。まあ、ちなみに、まあ、例えばその、なんだろうな、まあ、医療系の国家資格で、まあ、学校出て、試験受けたりとか、そういうなんか受験資格がいるやつ、で、かつ合格率が高いやつっていうのは、ちょっと除外します。誰でも受験することができる資格。まあ、誰でも今すぐ受験することができる資格で、まあ、かつ合格率が高いものっていうのをちょっと紹介してみようかなというふうに思いますけれども、まあ、技能試験とかはね、ちょっと省かせていただこうかなと思いますけど、まあ、まず、まあ、これまあ運転系ですけどね、小型船舶の一級船。まあ、これは合格率 95% ということで、まあ、これはね、ちゃんと講習受けてりゃね、あの試験は受かりますから、まあ、一級はね、ちょっと開通があったりし、ややこしかったりするんですけど、講師の人がね、ちゃんと丁寧に教えてくれますから、これはもうお金さえ払えば、誰でも取れるから。だからまあ、フォークリフトとかだと近いよね。95% ですね。で、その次が、ですね、海上特殊無線技師ですね。合格率が 86% って書いてありましたけど、これ。私一級なんですけど、これおそらくこの 86% っていうのは2級か3級の話だと思うんですよね。一級はね、まあ、そんな高くないと思う。60% ぐらいじゃないかな、一級は。あの、英語の試験が、ね、入ってくるんでね。だから一級は英語の試験入ってくるけど、2級3級は入ってこないんで。まあ、そうね。一級で 86% ってことはないと思いますけど、まあ、2級3級ってのは比較的簡単に取ることができる国家資格になりますよね。で、それから、これですね、航空特殊無線技師ですね。まあ、これもね、簡単ですよね。航空特殊無線技師は 78% ですね、合格率が。こう、無線系の資格ってのは比較的ね、国家資格の中でも簡単に取れるんで、これ結構ね、まあ、おすすめというか、なんか資格欲しいなっていう人には結構おすすめですね。またこのカードがね、結構キラキラしてて、綺麗なんで、総務省のね、カードなんで、キラキラしてて美しいんでね。なんかこう、資格欲しいなって人はおすすめですよね。こういう航空特殊とか、まあ、海上特殊とか、まあ、今回取り上げてないですけど、陸上特殊無線技師とかもね、非常に簡単ですので、3級の陸上特殊無線技師は講習だけでも取れますし、まあ私2級も取りましたけど、2級もね、ほんと合格率かなり高いですから、結構簡単に取れる資格ですね。そしてそれから3級アマチュア、無線技師ですね。3アマと呼ばれるようなやつですね。まあ、2級からはね、かなり、難しくなって、かなり手強い試験になるらしいんですけど、私はちょっとまだ3級までしか持ってないんですけど、なんかいずれはね、2級、1級とね、アマチュアの無線の資格なんか取ってみたいな、なんていうふうに思いますよね。まあ、普段のね、日常生活で自分でね、こうアマチュアの無線局を、解説して、なんかアマチュア無線でね、遊んでる人とかね、あの、会社にいたりしますんで、まあ、結構ね、面白い資格だなと思いますね。そしてちょっと、毛色は変わるんですけど、3級、ファイナンシャルプランニング技能士、FP3 級ですね。これ合格率が、83% らしいですね。ただこの試験ですね、私は結構ギリギリ合格したんで、なんかその 83% とか言いながら、私は結構これは手強い、あの、資格だと思ってます。まあ本当ね、2級 FP とかもね、私はもうちょっと途中でね、諦めちゃったというか断念しちゃったんですけれども、もうね、結構私の中では、この3級、FP3 級っていうのは、83% って書いてあるけど、これ結構、なんかこう、意味わからなかった資格になりますね。これはね、舐めてると落ちる資格だと思ってます。そして続いて、潜水士ですね。潜水士の合格率が 75% ですね。まあ自動車運転免許が 74% なんで、それよりちょっと、高いですけれども、潜水士は去年取りましたね。まあ、比較的難しい試験です、これも。まあでもどうなんだろうな、ちゃんと勉強すれば受かると思うんだけど、多分ちゃんと勉強せんやつが、まあ、その4人に1人みたいな、そんな感じの資格なんじゃないかなと思います。まあ潜水士となんかガス溶接の資格を組み合わせるといいっつってね。で、私はあのガス溶接の資格もね、技能講習取ってるんですけど、だけど、やっぱ愛知県でね、いろいろこう、求人探してもですね、ないんですね。なんかね、ちょっとかな、神戸の方にね、一件求人があったんだけど、全国で見てもほんとその一件だけで、なんかこう、よく YouTube とかで、ガス溶接と、潜水士、この二つでダブルライセンスで、もう高級が取れるとかって言うけど、そもそも求人が少なすぎて、仕事ができないっていうね、
そういうのありますよね。なんで、まあちょっとね、まあ物も考えようだなとは思いましたけれども、この潜水士は、まあなかなか面白い試験ですね。知識としては結構面白い試験になると思うので、まあぜひね、時間がある人は取ってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあということでね、まあ今回、まあ自分が調べた中ではまあ以上ですかね。まあ、なんでね、こう、思ったのが、一応取り上げられた資格はこういう資格だったんだけど、私全部持ってたんだよね。だからやっぱ簡単な国家資格っていうのは、もう資格マニアからしたらもう、全部取るっていうか、まあ、資格マニアとしてやっぱ取らないと100個までいかないから、やっぱこういう簡単な国家資格系はもう全部網羅しちゃってますよね。なぜかね。やっぱ取っちゃうよね。ということでね、まあ、今回は以上になりますけれども、まあ、ぜひね、なんかこうちょっと資格みたいなの取ってみたいなとか、なんかこう勉強する動機づけみたいな感じで取るっていうのは、私は結構おすすめですね。こういう簡単な国家資格ね。で、試着カードもらえるんで満足度も高いんでね。あ、なんか俺、すごい国家資格手に入れてちょっと武装したみたいな。ちょっと課金したみたいな。自分自身にちょっと課金したみたいな。そういうね、感じになりますんで、ぜひ、なんか撮ってみてはいかがでしょうか。はい、以上になります。それじゃあ、バイバイ。